韓国国土情報工事が2018年平昌冬季オリンピックの成功開催のために寄付金を帰宅した。平昌組織委員会は24日、パクミョンシク LX 社長が大会準備に使ってほしいとして、今日午後、組織ソウル事務所で自発的に寄付金5000万ウォンをヨヒョング事務総長に伝達したと明らかにした。 LX は去る6月26日にも寄付金5000万ウォンを組織に伝達し、今回の帰宅で合計1億ウォンを寄付した。